皆さん、こんにちは。小兄ちゃんのしほです。はい、というわけで今回はですね、今回はアイプチ動画でございます。うまくできるかわからない段階だけどね。ちょくちょくやってるんですよ、うん、昨日とかも試しにやったんですけど、なかなか うまくいかず手こずっておりまして、で今回やっと動画でできやろうかなと思います。長くな、あのちょっとね、うん、なんて言うんだろう、期間が空いちゃって申し訳ございません、うんうん、じゃあまずしほちゃんの今の顔の状態見る。ちょっと失礼。しほちゃんは今ザ一重です、ね、ザ一重の状態で、でもちょっとね、うっすら線がついてきたんだよね。日々の努力からかどうかはまだわかんないけど、わかんないんだけど、うん、はい、じゃあちょっとね、挑戦してみますか。はい、ね、最近折り式とか、あの寝る用のやつ、うん、線が折り式はだいぶ前に買ったよね。もうめっちゃ前で、もう半年ぐらい前だよね、うん、あと100均のテープとかも頑張ってやってて、うん、で最近ドラッグストアで、うん、これ溶け込む二重テープみたいな、これ溶け込むんでしょうかそれやってみようか。ってのがあって、めっちゃなんかいいなと思って買ってきてもらってます。なかなか難しいよね、これ片面で結構むずいんだよね。しかもね、あのなんだっけ、100均では両面しかやったことなくて、ほぼ、うん、昔でも片面もね買ってたけど、買ってたっけ、うん、引っ張るんでしょ、少し。そうなの？そうだ、引っ張るんだ、ちょっと。そうそうそう。そう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 。で？目開けてるね。あ、それで押すのか。ゆっくり開けるってこと。うん。お、なんと？全然なってないやん。なってない？なってない、失敗。むずいね。一重ってほんとね、大変だねいいね、ママ二重で。どこに貼ってるかな。あ、薄すぎた。薄いね、薄いね、これ。これなんかやり方とか一応書いてあるの？うん。これ貼るだけでいいんだ。特に引っ張るとかじゃなくて。プッシャーで押さえて目を開けるんだね。お、なったなった、ちょっとなったんじゃない？ちょっとだけなった、うん、なった気がする。わぁ、気持ちいい。すいません、お友達からちょっとライブ、あ、気持ちいいちょっと音大きくない？ポロロンポロロンって。だっていつでもまあいいけど、まあいい、しょうがないでしょ。お休み中ですからね、今日ね。いい休みなんでね、うん、こっち見て。あ、でもなってるよ。ちょっとまっすぐカメラ見て。どうですかね、左と比べるとちょっとだけなった気がする。ほら、気がする。どう？あ、でもちょっとなってるよね。一緒な気がする。一緒かな、前から出てる線と。でも違和感がないってことじゃない、いい意味で。いい意味でなんかテープ貼ってんのがわからない気がする。え、でも絶対テープ、え、何も貼ってないよ。だってあ、ちょっとカメラがね、ちゃんちゃんテープ貼ったよね、今ね。うん、ダメだダメだ、もともとこっちの方が線が強いのよ。じゃあ今度こっちやってみようか、右。貼っていい？うん、やだ、いやだ。あ、でも一応貼っとく。じゃあちょっと右をやってみましょう。
だってさ、目つぶってさ、貼るって書いてあるじゃん。待って、ちゃんとやってみよう。目開けてほしい。節目にし、節目って何？こうやって下向く。で、ピンセットでイメージした二重ラインよりちょうどん？よりちょっと？ちょっと下でしょ？ちょうど下の部分にって書いてある。テープをゆっくりと貼ります。その後、指で軽く押さえ、まぶたに密着させます。だって。ラインのちょうど下だって。下でラインなんて見えないじゃん。下目。ちょっと下目なんだよね、貼るのきっと。ちょっと見て。下すぎだよ、下すぎ。ちょっとこの図をちゃんと、このさ、説明書ちゃんと、これぐらいだよ。下すぎ、ここは。もうちょっと上だったかな。だってそれじゃちょっと下すぎじゃない？そんなもんなって押してごらんじゃん。一応。痛くないの？うん。大丈夫？お。お、運が良かったですって。お、こっちの方が綺麗じゃないですか。うん、やっぱちょっと下でいいんじゃん。え、ちょっと下すぎじゃないぐらいがいいのかな。あ、なったんじゃない？ちょっと。下、左もそれでもうちょっと下目にやってみる？うん。お、どう？え、下へって言うの？いいんじゃない？バリバリの一重に比べたら二重なんだね。いや、どう？ただテープつけただけじゃない。ほら、え、でもそういうもんでしょ、普通に考えて。嘘。うん。それか、もっとがっつり上の方にテープを貼って、がっつりもうちょっと二重幅を大きくするとか。うん、二重幅は別に少なく、ちっちゃくてもいいんだよ。いいんだ。もう二重になってればそれでいいんだ。少しさっと押さえてる？押さえとけばいいのかな。かわいい。いいね、いいね。いいね、いいね。これで止まったらいいよね。うん、最高じゃない、目大きいって。どう？治った？戻った。戻った。目ちっちゃいんですよ、ほんとダメ。今日マジで行くわ。じゃあさ、今度さ、こっちでやってみた。テープじゃないやつ取るね。じゃあ、うん、あの夜用でやってみようか。やだ、夜用は夜にやるの。あ、そっか。じゃあ折り式でやる。うん。ちょっと待って、止めんな。最後にしながら、止めんな。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 出せるねと、うん、まだ出してないけど、撮影の段階ですけどね。あ、確かに。年内に出したくない？そうだね。はい。で、ガッていかないの？完全に乾く直前じゃないとダメなんじゃないの？お、それでしばらく停止だよね、折り式だから。このまま固まれ。痛くないね。痛くない、うん、すごい図になってるけど。痛お、このまま固まったら最高だね。めっちゃ二重。
がっつりいったね。かつまれ。お、どう？さっきよりはいい？先頭いたぐらい。でも、でもいいじゃん。でも進歩じゃない？確かに。もうちょっと押さえとく。もうちょっと押さえとく。もうダメ？固まっちゃった？お、でもいいんじゃない？徐々に徐々にでしょ。一気にがっつり。どう？あ、いいんじゃない？どう？戻っちゃった？あ、でも二重になってるよ。あれ二重って言うの？言うでしょ。ちょっとこっち見て。どうですかね。一応前画面越しだったら二重に見えないでしょ。見えないかな。見えない見えない。ほらでも一応二重じゃない。一応がっつり超一重の時は何もないじゃん。確かにそう比べるとさ、ちょっと線ついてる。うん、ほらどう。いいんじゃない。あ、ちょっと二重じゃん。ちょっと目打ってあげて。どう？いい感じ？うん、まあ。ダメ。いい感じでしょ。うん、線ついたし今日ね、折り式の方がいいかな。しーちゃんにはテープより。テープ難しいもんね、やっぱね。貼る位置わかんなくない、テープって。うん、もう折り式でできるんだったら折り式でいいよね。あ、いいじゃん。ねえ、ちゃんと綺麗なカーブになってきたよ。ほら、いい。今日はじゃあこれで撮影行ってきます。うん、じゃあちょっとアップしてみましょう。惑星ループみたいこれ。うん。チュッタルルッタロンタンタン。どう？自分で見て。まあまあ。まあまあだよね。まあまあじゃない？まあまあだよね。もっとさ、がっつり塗ったらいいのかね。もっとたっぷり。乾かす時間長いよ。まあでもそれはしょうがないじゃん。時間があるんだったら別にいいんじゃない。がっつり塗ったらそれだけさ、もっとさ、がっつりさ、線が出んのかな。そういうもんじゃないのかな。そっか。うん、でも今日はこれでおしまいですね。うん、今日はこの目で行ってきたいと思います。まだまだね、しほちゃんの挑戦は続きます。とりあえず年内にね、一度ね、アイプチ動画をね、撮ろうということだったので、撮ってみました。やばい。グミ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 ペア。サンジーラおやつだ。